よりどうする乙女、不思議な力振りまきながら華麗に踊る夢事の調べ、その生涯を彼に捧げるわ、偉大な夢を共に追いかけ叶えよう、いざ信長様でした。はいはい、HIF7 にお越しの皆さん、こんにちは。せい、こんにちは。私たちは岐阜のあんなこと、こんなこと、そんなこといっぱい知ってる知ってる岐阜の世界です。よろしくお願いします。そして私たちは日本の真ん中岐阜を笑顔と元気にするアイドル、天心ランランです。よろしくお願いします。じゃあ個人の、ね、自己紹介していきたいと思います。はい、郵便の国から参りました、みやび姫です。よろしくお願いします。ありがとう。はい、果実の国から参りました、いちご姫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日で12歳になりました、水木美優です。よろしくお願いします。おめでとう。おめでとう。じゃあ岐阜の姫というグループの説明をお願いします。はい、私た
ちはですね、普段は岐阜県を中心に活動しているご当地アイドルグループで、アイドルで唯一岐阜市観光宣伝隊にも任命していただいているグループになります。はい、その私たちなんですけれども、このライブが終わった後、あちらのブースにて並行物販を行います。えい、ぜひね、みゆちゃんが今日誕生日でね、12歳だっけ、12歳になったので、皆さんお祝いしに来てください。そして、私たちの岐阜のお姫、あと新規様歓迎特典としまして、私たち、ごめんなさい、髪の毛食べちゃった私たちの、私たちのグループ岐阜のお姫隊の公式ツイッターをフォローしていただいた新規の方限定で、チェキをお好きなメンバーと無料で取ることができます。イエーイ、やったー、やったー。まあね、今やったって言ってるのほとんどが知ってる方なんですけど、なんかね、見たことある方が多いですねというわけで、ぜひね、ぜひ私たちのことちょっとでも気になった方、初見さん、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は新曲なので、皆さんでね、手拍子したり手振ったりしてください。よろしくお願いします。聴いてください、シングルパーティー。打ち上がれ打ち上がれ、
とうございます。ありがとうございます。以上、私たち岐阜の姫隊でした。